キッドマン！ジョセフ、待って！あのゲートを開けるにはパワーが足りない。
こっちよ。こっちよ。こっちよ。
ジョセフ、無事でよかった。あなたこそ。セバスチャンは？わかりません。戻って彼を探しに行きましょう。ダメよ。とにかくここから出ないと。その後探しに行きましょう。あのゲートは開けられる？我々には重すぎる。気をつけてね。私は大丈夫。スイッチか何かないか探してみてください。時間がありません。ここから出られる方法を見つけてください。集中力が薄れているぞ、キッド。注意したはずだ。この場所、どうやって？私は一体。君の存在が奴に悟られた。君の意識に入り込もうとしている。だが今はもっと大きな問題がある。あの刑事だ。ジョセフなら大丈夫です。何も疑っていません。彼は無用。片付けろ。これは命令だ。キッドマン、何をしているんですか？ジョセフを殺す？そんなことをしてもレスリーは見つからない。彼は信用できない。いずれ裏切る。全てを知った時裏切るだろう。言ったはずだ、キッド。君は弱い。我々を失望させるほどにな。二人とも無事か？ええ。セバスチャン、二人で持ち上げればキッドがくぐって向こう側に行けるかもしれません。頼んだぞ。奇妙ですね。捕らえただけで殺さないっていうのは。彼は脅威とみなさなかった。彼？お前が誰か知っている。彼は渡さない。おとなしく命令に従っておくべきだったな、キッドマン。
てやる。隠れても無駄だ。見つけたぞ。近くにいるんだろう。見つけたぞ。近くにいる。見つけたぞ。近くにいるんだろう。そこか。近くにいる。そこか。近くにいるんだろだぞ。近くにいるんだろう。お前かキッドマン。そこか。近くにいるんだろう。仲間じゃないことは分かっていた。
ここにいるのは分かっているんだぞ、キッドマン。動くな。狙いにくいだろう。お前を殺してやる、キッドマン。仲間じゃないこと。動くな。狙いにくいだろう。近くにいるんだろう。動くな。狙いにくいだろう。隠れても無駄だ。近くにいるんだろう。そこか。近くにいるんだろう。隠れても無駄だ。近くにいるんだろう。見つけたぞ。
近くにいるんだろう。仲間じゃないことは分かっていた。姿を見せろ。殺せるもんならやってみろ。隠れても無駄だ。そこか。お前が私たちを巻き込んだんだ。ただではすまんぞ。そこか。近くにいるんだろう。見つけたぞ。近くにいるんだろう。そこか。近くにいるんだろう。
隠れても無駄だ。そこか。近くにいるんだろう。ねえ、姿を見せろ。殺せるもんならやってみろ。隠れ、もうその手には引っかからないぞ。近くにいるんだろう。隠れても無駄だ。近くにいるんだろう。隠れても無駄だ。そこか。もうその手には引っかからないぞ。近くにいるんだろう。ここにいるのは分かっているんだぞ、キッドマン。ここにいるのは分かっているんだぞ、キッドマン。ジョセフ、関わるべきじゃなかったのよ。自らの罪を悔いることはあるか。
嘘でしょ。まさかこの家、そんなはずが。あなたの家族について教えてもらえる？パス。次の質問を。いいえ、この話は随分後回しにしてきた。あなたを理解するためには重要なことなの。両親は私に何の関心も持たなかった。教会のことばかりで。あれはカルトね。まるで罰みたいだった。何をしようと逃れられない。虐待された？無視されただけよ。私がいなくなっても気にもしなかった。探しもせずに見限っただけ。あなたも戻ろうとは思わなかった？何年か後にね。でも消えてた。みんないなくなってたの。町ごと引っ越しでもしたみたいに。何か感じるかと思ったけど。レスリー、レスリー待って、町の中心でライトアップされたあの像を私は見上げていた。町を満たす惨めな命を持って泣いているように見えた。テムが作っている私の過去。
皆平穏を求めている。帰るべき我が家を求めている。思い込まれてそこへ導かれていく。君の帰るべきは今や我々のいるところだ。自分のやったことを全く理解していない。彼はメビウスを恐れてなかった。だから関心を示さないのは当然なことなのかもしれない。ステムのプロトタイプは稼働するが、ルベンとの接続が不可欠だ。調べてみて分かったことだが、自分自身の脳波でしか正常に稼働しないように彼は全システムを再設定してしまったのだ。あの装置を任せすぎた。その結果がこれだ。私の知識をもってしても元通りにすることは容易ではない。このことは上の連中も知っている。